上げすぎると今のようなですね、トスはあの相手の背後へ出ていく。おっと、さあ今度はグリフィスが果敢に奪っていく。エリア内に入って打てるか、フリーの田中待っている。左足のシュート、田中にゴールが生まれて先制点はミスパス効果。今日3試合ぶりのスタメン、田中裕介が前節の中村北斗に続いて同じ世代、田中裕介のゴールで先制はアビスパス効果です。思わぬ形でゴールを手にしましたね。そのゴールを奪うきっかけとなったのはグリフィスのプレーでしたが、もう一度ご覧いただきます。あ、ここ一度諦めかけたように見えましたけどね、はい、ちょっと加藤が不用意な奪われ方しましたね。その1回を見逃さず、まあ、コントロールからシュートまでも非常に早かったからですね、はい、まあ、今日は